冒頭でもお伝えしました、コロナ禍の中でも頑張る調布のお店を応援しようです。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも頑張る調布のお店からいくつかの店舗をご紹介します。こちらは不動商店会に加盟するカフェ&キッチン向井。ランチメニュー以外にもハンバーグやカツカレーなどの人気メニューをテイクアウトとして販売し始めました。店主の根岸さんからのメッセージです。少しでも皆さんに向井の料理を楽しんでいただければと思います。そしてコロナが収束した時には笑顔で食べに来てくださることを楽しみにしています。こちらは仙川商店街協同組合に加盟する西洋料理の店パンプキン。店主の伊藤さんからのメッセージです。老若男女問わず人気のオムライス、手間暇かけて作り上げたカニクリームコロッケ、200グラムのハンバーグステーキをテイクアウト特別価格で終日提供させていただきます。すでに毎週ご利用くださるお客様もいらして嬉しい限りです。そしてこちらは柴崎駅北口商店会に加盟する朝寿司。鮮度の良いものの提供を心がけ、マグロに関しては豊洲直通マグロ専門卸から仕入れています。緊急事態宣言を受け、食事やお酒を提供している商店として何をすべきかとても考えさせられました。売上は二の次に考え、まずは安全対策として宴会場の席にパーテーションを置き、ゆったりとしたスペース作りや店舗を換気しています。このように様々なお店が対策と工夫を凝らしながら営業を再開しています。市内の経済を応援するため、テイクアウト対応の店を掲載したホームページを開設しています。ホームページ我が家のおすすめテイクアウトでは、テイクアウトやデリバリーに対応している市内のお店200店舗以上を掲載。我が家のおすすめテイクアウトにアクセスして、テイクアウトできる美味しい食べ物をチェックしたら、テイクアウト・デリバリーを活用し調布の飲食店を応援しましょう。このほか市では市内のお店で使える商品券、調布応援プロジェクト商品券を送付しました。子育て世帯に発送済みで、市内飲食店などでのテイクアウト商品の購入、学習ドリルや書籍の購入に使うことができます。商品券額は子ども1人当たり5000円から1万円分、利用期限は7月31日までとなっています。ぜひ商品券の利用で調布のお店を応援してください。さらに新型コロナウイルス感染症による影響への経済対策として、プレミアム付き商品券を販売します。このプレミアム付き商品券は商品券を取り扱う市内事業所で利用できます。1世帯あたり1冊1万円の購入で1万3000円分の買い物ができ、最大5冊まで購入ができます。こちらの商品券の販売方法、利用期間、商品券取扱店の募集などの詳細は市報7月20日号でお知らせします。市内のお店で使えるそれぞれの商品券で活気ある調布の街にしていきましょう。ぜひご利用ください。